今回は全国学校給食甲子園で上位入賞を果たした高畑町立ぬかのめ小学校の学校給食レシピをご紹介します。まずは大根のピリ辛そぼろ煮です。鈴木先生、このレシピのポイントは？大根をメインに使うことはもちろんなんですけれども、野菜をふんだんに使ったり、あとはお肉や大豆製品などのタンパク質もバランスよく積極的に摂れるように食材を組み合わせました。それでは作り方です。秘伝豆は一晩水につけて戻し、10分から15分ほど茹でておきます。大根と人参は厚めのいちょう切り、厚揚げとこんにゃくは薄切り、生姜はみじん切り、たけのこの水煮は一口大に切ります。鍋に水 600cc、 大根、人参、たけのこ、こんにゃくを入れて強火にかけます。沸騰してきたら中火にして豚ひき肉を加えます。アクを丁寧に取り除きます。ある程度アクが取れたら、生姜、酒、みりん、醤油、オイスターソース、豆板醤、塩を加えて具材が柔らかくなり味が染み込むまで煮ます。具材が煮えたら厚揚げ、秘伝豆を加えて一煮立ちさせます。最後に水大さじ1で溶いた片栗粉を回し入れ、とろみをつけます。これで完成。子供だけではなく大人もご飯が進む一品です。続いてご紹介するのは、地域の美味しさが詰まった高畑産米粉麺のツナびたし。小松菜は給食で積極的に食べてほしい食材の一つ。それは普段の食事で不足しがちな栄養を補うため、特にカルシウムや鉄分をしっかり取れるように緑の葉物野菜を取り入れるようにしています。キャベツはざく切り、人参は千切り、小松菜は3センチ幅に切って茹でたら水にとって冷ましておきます。野菜と同じように米粉麺も茹でて冷水で冷まします。水気を切った野菜と米粉麺にツナフレークを加えて軽く混ぜ合わせます。最後に醤油を加えて和えれば完成。学校給食でも減塩や適塩っていうのを求められているので、それに対応しながら献立を作成しています。ツナを入れると、そのツナの風味とか香りとかで醤油の入れる量を少し少なくすることができるんですね。続いては手作りひじきふりかけです。不足しがちな鉄分を摂取することができるメニューで、敬遠されがちなひじきを子どもたちの大好きなゆかり風味に味付けしました。それでは作り方です。芽ひじきはあらかじめ水で戻しておきます。小さめの鍋に醤油、砂糖、みりんを入れて煮立てます。芽ひじきを加え、水分が飛ぶまで炒めます。最後にゆかりと白いりごまを混ぜ合わせれば出来上がり。栄養豊富で簡単にできる手作りふりかけ、皆さんもご家庭でぜひ作ってみてくださいね。